おいどうも皆さん、おはこんばん、ジョーは大田が実況のダイちゃんです。見てホーマーは快感というわけで、ホームランのランキングに入りました。まあね、皆さんまだ見れますから、前月の見てください。うん、微妙なランキング、まあ、ランクインはランクインなんで、はい、あの上位勢とかになるともっといいね、ものもらえるみたいな、あの称号もらえるみたいなんですけど、まあ、僕にはこれが限界です。はい、ちょっとね、頑張ったんだけどダメだったちょっとみんなには勝てなかった。いやーね、ちょっと僕もね、ちょっと大人なのでね大人なのでちょっと避ける時間というのが少ししかないので、はい、言い訳です。はい、あれ緑言ってるんだね、了解。というわけで、今回はホームラン王を取るためにどんなゴリラ使えばいいのかなっていうのをご紹介したいかなと思います。どこにいるんだろう、緑に行ったから多分青か、なんか 青にいそうだな。ホームランを取るにはどういうゴリラを使えばいいのかっていうのをご紹介させていただきます。もうこのゴリラなんだっけ名前忘れちゃったなんていう名前だったっけ忘れちゃったんだけど、この子ラインスキルで、え、そこ行き止まりじゃないの、ん、え、なんで行き止まりじゃねえんだそれ。はい、ボン、届かねえ、うっさまじい何のためのその拳。いや、このゴリラちゃん第二スキルで、パンチ、なんか、なんだろう、パンチのリーチが長くなります。ビューン、これがマジ強い。これがね、あー、でもこれ上行かれちゃうかな。いや、いけるわ。はい、ボーン、はい、よーぞ。見た、今のがリーゼントゴリラちゃんの、ほんとリーゼントゴリラちゃんにしかできない仕事。いや、じゃあだけじゃなかった、ごめんなさい。リーチパンチリーチ距離がアップするキャラじゃないとできない技でしたよ、今の。本当にこのリーチ強化しないと絶対あれ届かなかったから、まあ、そう考えると強いよねっていう話ね。え、かなりリーチを、これ上にいんな、多分これ上だわ。あ、いるいる、キル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 。ホームランを打つには、ホームランを打つには、何、野球の話してた俺、ありがとうございましたあれ、俺野球の話したっけ、違う、ホームラン王を、ホームランのランキングを目指すんだったら、間違いなくパンチ系のスキルがあるやつがいいと思います。まあ一番のおすすめはこのパンチ強、リーチ強化、これがあるゴリラがフィニッシュを決めやすい、まあ、フィニッシュを決めるためにリーチが伸びてるようなもんだからね。だから理論的に言うと、こういうキャラクターがホームラン、まあフィニッシュを決めやすい、フィニッシュを決めるということはホームランを決める、そうだよね、打たなきゃホームランはっていうことですよ言いたいこと分かった。でね、このリーゼントゴリラちゃんのいいところはね、敵の位置も把握しつつ、攻撃することもこんな感じでねできるんで、それが強いよね。いるじゃん、青なん、教えていや、青だな、これめっちゃ近くにいる。いやー、宝石取らないムーブの人ですね、意外とこういうのが。ごめんなさい今ちょっとなんか後ろで触ってなんか動いた気がした。うん、こうやってね、ほらフィニッシュめっちゃ決められてるでしょ。そうなんだよ、強いんだよ。だからフィニッシュを決めるということはホームランを決める、そういうもんですよ。でも俺先々月フィニッシュ数ね、ランクインしたはずなのに、なんでホームランランクインしなかったんだろうその理由っていうのがね、俺がホームランの精度知らなくてホームランのランキング知らなくて、普通にホームランとか確認せず、次のマッチ、もうマッチングしたくて、もうマッチングがしたくて、もうすぐなんかおっしゃってたんだよね、ホームラン見る前に。だから皆さん本当に気をつけてください、ホームランを確認してからマッチング終了してくださいね。そっちにいるんだ、了解。なんか今日マッチマップが多いっすねいやー、
どういうことだ、なんか緑色、緑に行っちゃったの、分かって、なんかちょっとよく分かんないけど、とりあえずここに、でこのゴリラじゃん、はい、こういうサポートもできます。あ、いるじゃん本当に、青だ青だ、こういう風にね壁を作って、さっ、びっくりした、俺が倒したんかと思った、俺が倒したんかと思ったわ。はい、ゴリさん、ゆいとうつさん、こうしろさん、よろしくお願いします。わお、というわけで、ちょっとね最近サバイバーちょっとねスランプだから少しやりたくないんだよな。んなこと言ってらんない、よし、俺は絶対に完全勝利するぞ、絶対負けないからね、これちょっと待って、どうしようかな、ほい、逃げないで、あだす、この子いい人、この人いい人でした。いやただな、相手のゴリラのなんて言ったろう、相性が悪すぎる。まずゲーミングメカゴリラちゃんで無敵化されて普通に俺のこの足が削がれるという将来図がちょっと見えてるんですけど、僕的にこれ俺まずくね、何やってんの俺、普通にまずいんですけど、こ真ん中来るよね、ね来るよね、やばいやばいやばい、これマジやばいっすよ、あざっす、あざっす、よかったよかった、うわマジ今死んだと思った。トラップつえ、トラップつえ、多分見られてんな、これちょっと赤の方に戻りましょうか、バナナをちょっと収集しましょう、こういう風にで足加速させて、なるたけサバイブ、ここって通れるんですか、あ通れないですよねやっぱり、バナナをしっかり取っていきましょうね、ここをバナナ取っちゃうと無敵化しちゃうんで足が遅くなっちゃうんで、とりあえずやーべえ、いやいけんな全然、なんだ俺なんか、え焼きいるっけ、焼きいた、もう焼きやめて本当に焼きはちょっとやめてほしい、ちょっと話が違う、いやでもいい感じっすね、ここバナナないもんね、オッケー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 、いい感じいい感じで、なんか、なんかすげえ無敵化してる音するんだけど、気のせい？なんかやばくないこれ、俺。もう通れないし。やめて、ほんとに！くそ。はい。大阪都市都計画さん、幸四郎さん、丹次郎さん、よろしくお願いします。おほほほほほ。バイバーですか、バイバー。あー、でも、そうっすね。そういえば、サバイバーの、なんか、アンケート。撮ってたみたいで、人気最強ランキングかな、最強ランキングっていうのをなんか撮ってたらしくて、やっぱなんか1位になったのが人でしたっけ、あれ人じゃないか、ごめんちょっと待って、今パチ超えたかもしれないあんまそういうあのパチが良くないですからね、なんかそうですね、しっかり確認してから言いたいと思いますほい、オッケーオッケーオッケー、ギリ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 、ちょ早く早く足早く足早くなんで俺緑取ってねえんだっつうか、緑取っとけっちゅう話よ、でもこっちいなかったっけ、赤いないね、よしよし、であそこ殴る、ここ俺がパチンする、ちょ待って ちょ過呼吸になっちゃう、過呼吸になっちゃう、やばい緑来てるね、これやばいっすよマジで、おぶたんで届くんだ今の届かないやつでしょう、ちょっと当たり判定でかいっすね、はい、北野邦衛さん、三冠王さん、若さんよろしくお願いします。いやほんと最近みんな色付きばっかだよね、すごい、あのみんな強いなんか人口 なんだろう最近みんな強い気がするな、ブイブイ俺が言わせてた頃そんなことねえかうるやかましいわあるわ、俺がブイブイ言わせてた頃は多分、おすげえ、なんか下から見たらああいう感じになるんだあなんかあいるじゃん、いるよほら、あーでもスキル解放してたら絶対届いたんだけどな、あ紫いきますねこれ、この人紫、あでもやっぱ忍者って見づらいっすね、
あ、変身した。これどこ行くんだろう。黄色だよね。あ、もうなんか塞がれてるよ、これさ。ナイスナイス。いいね。やっぱスペゴリ強いね。ハマるときハマりますね。やってみたい。はい、ショボンさん、アクセラレータさん、アホヤンさん、よろしくお願いします。仮名人ホーマー、俺と一緒の称号を持ってる。俺もそれにしようかな。おそろっちしていい。よろしくお願いします。というわけで、そうだね、リーゼントゴリラちゃん結構、まあ、リーゼントゴリラちゃんに限らず、なんだろう、あのイエティちゃんとか、あとはなんだっけ、セクシーゴリラちゃん、あとなんだっけな、他に、あ、もう鹿とかね、鹿ゴリラとかも、こういうリーチ強化。あた、これ黄色いんじゃね？あれ？あ、ごめん、嘘ついた、嘘ついた。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。マジごめん、マジごめん。今の嘘。嘘っていうボタンない。今の嘘ですっていうボタン。でも、あながち間違ってもなかったのか。緑色に行かれて言って、で、どこ行ったんだろう。お、ナイス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 です。はい、アクセラレーダーさん、俊介さん、パンチさん、よろしくお願いします。なんでやねん。いやー、ちょっとホーマーを見せたいんですけどね、ホームランを、ホームラン見せたいんですけど、サバイバーですかね。よろしくお願いします。でもなんか、そう、人気最強、最強ランキング、確かなんか人かゴリラ、人じゃない、人かグレイちゃんだったような気がしますよ。おい、これ攻めていいっすか。攻めますわ、俺。バナナ取らないで、俺の。俺のそれバナナ。そんなんないですけどね。はい。パンチ、ヨッシーさん、挟み込んでもジャンプ屋さん、よろしくお願いします。なんでサバイバー引くとき、めっちゃサバイバー引くんだけど、何この現象。なんかこの現象、名前つけてほしいわ。サバイバー引くとき、絶対、なんかすごいサバイバー引く現象。これやばない。ちょっとやばいから引き返しましょう。一人でも動いてないですね。なんかこういう時すごい申し訳ないけど、すごいありがたい。正直ありがたいです。ごめんなさいね、卑怯だと言ってくれ、俺のこと。ウィーン。俺だって必死なんだよ、一番なりてんだよ。やべえ、あ、おい、やべえや、これ、いや、やべえや、これ、おい、ちょ待って、やべえけど、なんかありがとう。やべえけどありがとうな。なんかただなんかちょっと、なんでどうしたのこの人。なんか感謝しかない、この人には。この人には感謝しかないんだけど。ただね、どうしましょうかね。緑これ取ると多分俺、後ろから来てるやつ、いやでも狩られないな。これ取れるね。みんななんか結構直線的に追ってきてるから、いけんじゃないかこれ。ただ赤か、赤にいて、あれ赤張ってるのマジちょっと、やめてほしいっすね。いや、これ無敵化されたらさ、終わりなんだよな。ほっほっ、ちょっと待って、ごめんなさい。やめてやめてやめて、来い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 、めっちゃ来い、めっちゃ来い、この人たち、いやだー。くっそ、逃げんちゃんかよ、全体強化。くっそー。はい、九死敗者さん、サクサクサクさん、丸さん、よろしくお願いします。よし、絶対ね、あの本日はあのホームランで終わらせます。見事な、この子がホームラン。あ、ちなみに俺、あのホームラン、なんつうんだろう、あの課金要素、ホームランがしやすくなる、あの課金要素はちなみにしておりません。でも、まあ、してないけど、ホームランのランキング乗れるっていうのは強いよね、正直。まあ、ほんとトップ、なんか上の方を目指すんだったら、正直あった方がいいんだとは思うけど、別にランキングだけでいいですっていう人、ホーマーだけ欲しいっていう人は全然これだけで十分ですよ。課金しなくても。そこがいいよね。なんだろう、やっぱり課金、最低条件課金しないとダメっていうアプリとかもさ、あるじゃん、やっぱり世の中に。たくさんさ、なんつうんだっけ、ソーシャルネットワークゲームみたいな、なんつうんだっけ、これ、ソシャゲ、ソシャゲ、ソシャゲ。そう、そういうさ、ゲームがさ、多いからさ、ほら、
いるな。どこにいるんだろう。どこにいるんだろう。ちくしょう。ちくしょう、知らんぷりしてあげたのに。俺が知らんぷりしてあげたのに、こいつ気づきやがったな。どこ行くんだ？紫だな。ちょっと壁作っとけばよかったな、そう考えると。紫行ってますよ、皆さん。そこ空いてんのか？マジか。どっち行った？黄色だね。これ届くよ、行くよ。はい！ドゥスクスクスク。なんだ、なんだ、なんだその動き。届くよ、届いちゃうよ、これ。ピョン！そう。これが本当に、このパンチ力よ。強ない？このスキル結構最強スキルだと思ってる。マジで。まあ、最強スキルはちょっと言い過ぎたわ。全体強化の方が強いしな。まあでも、普通にそこそこ普通に強スキルだと思いますんで、この初心者の方にはマジで、このスキルがついた、ゴリラちゃんを使うことを本当におすすめします。普通にね、やっぱりフィニッシュ決められた方がさ、気持ちいいじゃん。やってて。やっぱ、なんだろうな、やってて、面白いキャラを使ってほしいんですよ、皆さんには。ちょっとこれ本当にまずいんで、やばいっす、これ本当に。もう怖い、この人たち。ヤンキー、ヤンキーなんだけど。やばいよこれ。ミン。どうだいこの車、かっこいいだろ。超目が合ってんだけど。いや俺車だから、ただの、もうただの車だから。なんで俺がホームランされてるじゃないか。全然普通のキャラクターでいいじゃん。くっさ。マルさん、北の国からさん、バンデューさん、よろしくお願いします。くっさ、さあ悔しい。なんでホームランされるんだ、俺がしたいのに。はい、緑取られてきましたね。ぜひともね、でも本当に、でも、ごめんなさい、なんか被っちゃった。多分赤いってんじゃないですか。いや、どこだこれ、めっちゃ近くにいる。どこ行った。なんか、あ、いい、なんか真ん中いるよ。紫行ったよ、紫。よいしょ。あー、取られちゃうね。で、この次、今どこ行った？青ですね。青行ってるわ。これちょっとぜひとも追い詰めたいですね。これさ、これちょっとトリッキーな動きしていい？やっぱり高いところ、この、なんつうんだろう。おすすめじゃないけど、ん？どこにいんだこれ。ちょっとここ、貼っとくか。赤いるね、赤。これ、覚えといた方がいいと思うんだけど、ん？なんだ？何が起きてるこれ。よいしょ！あれ？なんで？どこ行った？やべえ。見失っちゃった。覚えててほしいんだけど、こういう傾斜とかで、このリーチ強化かかってると、さらに、なんつうんだろう、移動が、かなり、パンチ距離がね、上がりますんで、これ覚えておいた方がいいっすよ。ちょ、ごめん、見失ったわ。説明してたら。どこ行っちゃった？あれ？あれ？あれりりり？あれ？マジか。なってないもんな。どこ行ったのこれ、マジで。また飛んだわけじゃないもんな。やばいやばい。あ、なんか、いるぞ。いやー、でもくっそ、マジか、緑行かれますね、これ。緑行ってるのは確か。紫ね。おい、それやばい、それ踏まない、踏まない。いける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 。みんなで、もう全部乗せ、オッケーよっしゃー、ギリギリセーフ、セーフ。いやー、でも、面白いね、やっぱりゴリオンは。でも今月は僕、サバイバーでちょっと頑張ろうかなと。完全勝利。神様以外を使って、完全勝利、ランクインさせていきたいかなと思いますんで。まあね。みんなには申し訳ないけど、完全勝利いっぱいさせてもらいます。ただし、まだ一回もしておりません。完全勝利。
今シーズン、今月まだ俺一回も完全勝利しておりません。大丈夫か？いや、まあ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 。あ、これ勝ちじゃん。おいおい。おいおい、つっちゃったね。はい、ジャスティン・ボーアさん、ゴリラさん、ドンキーコングさん、よろしくお願いします。ドンキーコングっていうのがお前猿じゃねえかよ。そんなんでお前ドンキー語っちゃダメでしょ。猿だよ、それ。プロゴルファー猿だな、君は。え、なんかみんな、なんでみんな赤に来んの？ちょっと待って。本当にやめて、そういうの。え、どういうこと？え、めっちゃ赤に来てんだけど。いや、俺今見られたかな？え、なんでそんなにみんな赤に来んの？あ、よかったよかった。俺見られた？俺、これ。もしかして。え、ちょっとなんで あそこに停止してんの？あの人。あ、見られてないね、これ。大丈夫そう。ピーられてた。くそ。てかゴリラだからだ。ゴリラだから感知されてたんだわ。くそ。はい、リコリラスさん、クリスリスタさん、トゥリンニクスさん、よろしくお願いします。なんかすごい横文字ばっかですね。よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろラストにしていきましょうかね。あ、シカちゃんいますね。このシカちゃんも緑いるよ、これ。あ、なんかでも行っちゃった、どっか行っちゃった。黄色かな？どっち行った俺。あの、シカちゃんも、パンチリーチ強化あります？ん？ え？ え？ お、脅した。脅す。なんかごめんね。というわけで、ホームランは、もういいです。ホームランしなくていいです。だってもう俺ホームランのランキング入ったもん。いいもん。というわけで、本日は、リーゼントゴリラちゃん、ご紹介してきましたけど、正直、こちらのイエティちゃんもアタック増加強、第2スキルで解放できるし、まあ、このセクシーゴリラちゃん見て、まあ、第3スキルだけど、一応アタックリーチ増加強。これマジで強いんだよ、本当に。で、シカちゃんは前にも説明したけど、この駆けつけっていうスキルを使えば足が速くなるんで、その分ね、バナナも集めやすいから、もう実質2解放したら、アタック増加強も解放したも同然。そういったキャラになってます。ほんとこのスキル、マジでおすすめ。ほんとに、フィニッシュプラス、ホームランか。を目指してる、ランキングに目指してる方は、こういうゴリラを使うことをおすすめします。まあ、初めに、まあ、初心者の方は、このイエティちゃん、星1なんで、スキルとかも、比較的、少ないお金で解放できますんで、これはマジでおすすめなんで、皆さん、初心者の方は、まずイエティちゃんを使ってみてください。で、ランキングを目指して頑張ってみましょう。まあ俺もランキング自慢できるようなランキングじゃないんだけどね。今はね、ランクインはランクインでホーマーなんでよろしく。というわけでね、今日は伝説のスラッガーを紹介させていただきました。そんな内容だったっけ？おい。嘘は良くない。というわけで皆さん、またお会いしましょう。噛んだな。では皆さん、またお会いしましょう。じゃあの。